はいどうも、今日はですねラザニア 250g 入って218円のご紹介です。スペイン直輸入なんだけどイタリア風っていうね、よくわかりませんが、これごめんなさい、僕一回ね常温解凍しちゃってて、買い物から帰ってきて、そのままにしちゃってね、一回常温解凍しちゃった後にもう一回解凍じゃない、食って冷凍してます。はい、冷凍ラザニア、はい、ベルひどいな本当に、はあ、悲しくなる。原材料名ベシャメルソース、全粉乳、加工油脂、小麦粉、食塩、コーンスターチ、野菜エキス、ナツメグ、ミートソース。ベシャメルソースって何なんだろう。ミートソースはまあわかるじゃないですか。ヒマラヤ、砂糖、オリーブオイル、食塩、コショウ、チキンエキス、ブドウ糖、イースト、パスタ、トマトソース、チキンエキス、チェダーチーズ、香料、着色料、原産国スペイン。ベシャメルソースっていうのは全粉乳、加工脂、米粉、食塩、コーンスターチ、野菜エキス、ナツメグ、ホワイトソース系っていうことなんですかね。それのナツメグと野菜エキスが入ってコーンスターチがいる、いまいち。あ、この白いやつですね、これがベシャメルソースなんでしょう。でまあミートソースとトマト、うんたらかんたらで生地が入ってる。パスタ、この生地のことをパスタって言ってるんですかね。ちゅうことですね。クリーミーで濃厚なソースが何層にもまたボリュームたっぷりのラザニア、スペインより直輸入しました。うまそう。形がねおかしくなっちゃってますけど、オーブンで焼くだけ簡単。オーブン、あ、オーブンで焼こうか、レンジでチン、どっちにしようかな。オーブンだと、オーブンだと、オーブン調理の場合200度に熱したオーブンで18分加熱、結構だね。まず余熱しよう。ほっ、洗って閉める。はい、間違いない、これはもう間違いないでしょね。これはもう絶対、これはもう絶対ですよ。やっぱね、あ、もうすごい、あ、変に言わせる、ちょっと言いたいこと忘れちゃった。言いたいことも忘れちゃう、こんないい匂いポイズン。はい、ラザニアなんだっけ、本当に言うこと忘れちゃった。あ、そうそうそう、やっぱね、オーブンは時間もかかるし、やっぱ電気代もかかるっていうのが、正直な感想。いただきます。まずはこの断面を見たいですよね。よくわかりません。うん、なんとなくわかりますかね、海藻というか地層というかなっていうのが、しっかりこのミートソース入ってますね。ああ、いい匂いする。トマトのね、トマトと肉のね、あ、酸味と甘い香りがする、肉とトマトの、あ、トマトが本格的なトマトの味がする。あ、味っていうか匂いがするわ、本格派。日本のいわゆるそのトマト製品の甘い感じじゃなくって、あんまりその、まあいいでしょ、いきましょう。要は酸味の強い欧州系のなんかトマト、トマトっていう、いただきます。米と一緒にいただきます。うん、あ、そう、あ、すっごいトマトの香りする。ホールトマト缶のあるじゃないですか、あれで作るパスタって
酸っぱいんだけどすごいトマトの香りするじゃないですか。もうその感じですよ、イタリア産のホールトマトの感じ。すっごいトマトの匂いがするで、うまい。あーなんかうまい、超うまい。さすがスペイン直輸入本場イタリアの味だわ。うん、これあれ入ってるから香草系のなんか味もするな。ひまわり油、香辛料、なんかね、香草系みたいな匂いかな。一瞬ひまわり油の匂いなのかな、しますね。うまい、これはね日本でない味。あ、これひまわり油なのかな。おいしい。日本のね冷凍食品メーカーの味付けじゃないんですよ。それが美味しいんですね。あ、これはねすごいおすすめできますね。あんまチーズの匂いとかはしないかな。うちはそのチーズをね、チェダーチーズとかも入ってて、まあ、ベシャメルソースが全粉乳、加工油脂、小麦粉、食塩、コーンスターチ、野菜エキス、ナツメグ等なんですけど、あ、ナツメグか、ナツメグの、ナツメグとかひまわり油の匂いでね独特のあれになってんだろうな。これがねなかなかね効いてるんですよ。あ、見えてない、アップにしろというご指摘をいただいたので、あのね緑のねこの香草、このねこれがねあのアクセントで効いてて、なんかイタリアンな感じに、まあ、スペイン直輸入なんだけどするんですよ。それとあとトマトのね、すっごいそのストレートな味がねなかなか新鮮ですね。日本では日本人が作る味じゃない。それでいてクリーミーなんですよ。それがうまいの。単純にトマトソース、不思議なトマトソースっていうのだけじゃなくって、これミートソースのね、油、これ豚だよね。うん、豚ひき肉。ミートソースのこの肉の匂いと、あとこのこれベシャメルソースっていうんですか、僕知らないんですけど、このねこの見て分かる通りふんわり感、これがね口の中でね非常にいい食感なんですよ。これはねうまいわ。めちゃくちゃ米が進みますね。でね塩分はね適度控えめですね塩分が控えめだけど、トマトの酸味があるんでね、あんまりその物足りなさはない。だから米はねいけるんですよ、酸味がある分ね。嫌な酸味じゃなくってね、トマトっていう酸味です。うまい、これ食感回避は本当に、このふわっとした、ね、食感おいしい。もう半分、あ、全然米1合なんて簡単ですね。バンバン米食える。見た目からそのチーズの味が強いかなって見えるんだけど、ベシャメルソース自体はやっぱりそのチーズの強さはないんで、だここのチェダーチーズってね、チーズを感じてくれっていう感じなんでしょうけどね。チーズ感は、まあ、薄いですね。うん、でも別にそんなことは大した問題じゃない、うん、全然うまい。米もいけます。これはね買ってみて損はしないです。コスパがいいとか悪いとかっていう話は置いといて、まあ、コスパもねなかなかいいと思いますよ。218円ですよね。全然いいと思いますよ、うん、だし、まあね、変わった味で美味しい。これはね全然買って失敗はないと思いますよ。以上です、さよなら。